細胞学における葉は、動物の器官において、溝や列、結合組織などの肉眼的に明瞭な境界によって、区画された領域のことを指す。肺用、肝用、農葉に代表される。線組織の最小単位である葉の構成単位は、小葉と呼ばれる。線の肝組織の末端部が、農場に膨大している部分を指す。肺症葉や肝症葉が挙げられる。ただし、 歯に相当する構成単位を持たない器官でも、比較的小さい単位の集合によって器官が構成される場合、それもコバと呼ぶ。日本語の歯は薄くて平たいものを指す語であり、筋膜や半数類の第三位におけるラテン語、ラミナにあたる用語も歯と訳される。また、外形が洋上の弁も歯または歯弁と呼ばれる。以下、立体で書かれたら点文字は、 英語、車体で書かれたラテン文字は、ラテン語の用語を意味する。ウサギの肺。七葉に分かれている。ラリンクス、咽頭、トレイキア、気管、イサーファゲス、食道プルマネリーブランコス、気管シクラニアルローブ、全容、コドルローブ、紅用メジアンローブ、中葉、アクセサリーローブ、副用肺症用の構造。アセネス、肺胞、プルマネリーベイン、肺上脈。 フルマネリーアートリー、ハイドーム薬ターミナルブランティール、終末再帰還し、インターラビューラーセプタ、商用間核壁哺乳類の肺は、肺用に区切られる。家畜ではウマエキスファリスカバルースリンネウス1758を除き、左右ともに、前後2条の破管列によって、前後に並ぶ、数個の肺用に区切られる。ただし、下記の人及び、 ウタスーススクロファデュアメスタカスアークスレベン1777の差配では、破棺列は一条のみ認められる。前の破棺列を全洋間列、後ろの破棺列を公洋間列という。差配において、全洋間列は、心節根によって前くらいに狭く薄くなった、全洋全洋全部及び、全洋後部に分け、公洋間列は、全洋後部の後方を隠し、 最大の紅葉を作る。これらの三肺葉はいずれも破綻面で接している。右肺の全葉は普通一葉にまとまるが、牛あ木く及び時イ犬カニスループスファミリエリスリンネウス1758では、右肺全葉は左肺と同じように二葉に分かれる。豚の左肺は全葉間列を書くが、心節根が深く入り込むことで全葉を前後部に分けている。 馬では、歯間列が全くなく、心節根の前後でわずかな前用とは著しく、大きい紅葉が認められるのみである。右肺には他に、内側面から突き出す、服用に加え、馬以外では、中用が認められる。副派は、重角と大静脈飛騨が作る、重角肝王に収容され、大静脈飛�で、右肺の他の歯から区別される。人の右肺は水平。 列及び車列によって、常用、中用、下場の3用に分かれる。また、差配は、車列によって、常用と下葉の2用に分かれる。外界が、肺がん、肺気腫、肺結核などにより損傷した組織を切除する際は、区域、または、歯単位で切除を行う。歯の切除を行う場合、肺用切除術と呼ばれる。また、肺用はいくつかの肺区域に分けられる。 全容は、全容肺側区、全容腹側区、全容内側区、全容外側区、公葉は、公葉肺側区、公葉腹側区、公葉内側区、公葉外側区に分かれ、中央は、中央区、副派は、副用区と呼ばれる。また、気管支と同伴した結合組織が間質として肺内に行き渡り、 小窯管細き関詞と呼ばれる直径 1mm の細管の部分で小窯管結合組織として肺の実質を多数の肺小用に区画する。肺小葉は肺の表面に多角形の区画として肉眼で観察でき、牛尾 OS プリマジーナストーラスリンネウス1758では間質が多く小場の境界がはっきりとし、 コバは多量の結合組織により、商用群にまとめられる。他の動物では、間質が少ないため、豚では、何とか見分けられる程度で、犬では、境界が全く不明瞭である。肺醤用の形はピラミッド型で、先端は、肺門、規定は、肺胸膜に面する。商用間細気管子は、コバの先端から入り、コバ細気管子となる。 哺乳類の肝臓の後方表面の模式図。C、お状用、DV、静脈管、G、胆脳、LC、内側左場、LL、外側左場、P、門脈開口部、RC、内側右用、RL、右側右用、S、スピーゲル用、U、へそ静脈、VC、下大静脈、CFLLFRLF、 要マギリコン肝臓は基本的に左右両用の肝臓に分けられるが、哺乳類では腹炎に発達する1から2のハマギリコンにより、これがさらに多数の肝臓に細分化される顕著な傾向がある。原則的には右腰を及び、左輪にまず区別され、中心部は肝門を境界として、両側のハマギリコンとの間で、背くらいに、お上ょ用、腹くらいに方形用を仕切る。 多いものでは六葉を数える。人の肝臓は、真膜により、右葉、左葉、お上葉、方形葉の四葉に区分されている。お上葉は、スピーゲル葉、幹部下大腸脈部、お上葉突起の三領域に分類される。牛や木でも、右葉、左葉、お上葉、方形葉の四葉を持ち、肝臓は、比較的小さくはまぎり根がない。牛では、お嬢葉が、 よく発達し、先端のお嬢突起は、右往の外縁を越えて、外に伸び、基部には、乳頭突起があり、関門に向かって、よく突出する。また、牛では、左歯と方形葉は浅いへそ上脈口中にある、肝縁作基部の小腕でわずかに区別され、羊、オビスアリエスリンネウス、1758や、ヤギキャプラがグレスハーカスリンネウス、1758、 ではこの部分が牛よりも深く安入する。右腰と方形腰は胆のを収納する、胆の下で区切られる。馬では、肝炎柵より、左側は、左歯であるが、その中にもキレコンが存在し、外側を、外側左歯、内側を、内側左歯に分ける。そのため肝臓は、外側左歯、内側左歯、右腰、お女腰、方形腰の五洋に分かれる。 外側左歯は卵炎上に長く、老個体では最大となるのに対し、若馬では右葉が最大の容石となる。右葉はやや四角形で大結腸の圧迫により年齢とともに萎縮する。包茎用の発達は悪い。豚や犬、うさぎオラクタラガス急に木アラスでは、左歯が外側左歯と内側左歯に分かれるだけでなく、 右往も外側右往と内側右往に分かれるため、外側左歯、内側左歯、外側右往、内側右往、お上用、方形用の6用に分かれる。豚の肝臓は比較的大きく、特に外側左歯が最大となる。方形用は三角形で発達が悪く、肝臓腹縁に届かない。お上用も小さい。豚に比べ、犬とウサギでは、 マギリコンが深く発達するため、関陽の存在が顕著である。犬の肝臓は体格に比べ最も大きく、外側左歯が最も大きい。お嬢用のお嬢突起及び乳頭突起もともによく発達する。ウサギでも外側左歯が最大となり、それに次いで内側右洋も大きい。肝臓の線維膜は肝門で脈管、神経、胆管とともに、 血管周囲繊維症として、肝実質中に侵入し、症用間結合組織として、実質を無数の肝症用に区画する。繊維膜はさらに微細な細胞繊維を分破して、機材として肝症用に入り込む。肝症用は、多角形で幅1.0から1.7ミ、mm、リメートル、高さ1.5から2.5ミ、mm、リメートルの肝臓の最小構成単位。 犬では干渉用は小さいが、豚の干渉用は大きく、特に老個体で発達する。豚の渉用間結合組織も多量で、肝臓表面からも容易に干渉用が区別でき、結合組織中に男性繊維を多く含むため強固である。ウサギの結合組織の量はやや多いが、その他の家畜では結合組織の量が少なく、顕微鏡による観察でも数個の小場の解剖部にだけ、 やや多量に認められる程度で、質は柔らかく脆い。外側から見た大脳皮質の解剖的区分比との大脳皮質における頭皮質は機能的に還元する6つの葉に分けられることがある。ロボトミーの語は葉を切除することを意味する。頭頂葉はさらに上頭頂小葉、下頭頂小葉という小葉及び中心五階という脳階に分けられる。また、これらの脳葉や小葉は 数本の溝により脳界と呼ばれる部位にさらに分けられる。人の大脳では対価的になっているが、両生類以上でよく認められ、哺乳類でよく発達する部分として、球脳がある。球脳を覆面から見ると、大脳足外側に緩やかに隆起する、やや三角形の離常用がある。これは、側脳室の腹角にあたり、後方に狭く、大脳半球の側頭用に続く。 理常用表面は、犬などでは平滑であるが、草食性動物では1から2の縦溝があり、理常用孔と呼ばれる。人の小脳は解剖学的に、大きく全容、公用及び、片端小節用に分けられ、また中央部、端中部用と呼ばれる。そして全容は四角症用と、小脳中心症用、後用は単症用、上半月症用及び、下半月症用からなる。 人の下水体。オプティックキアズマ、思コーサ,サードベントリックル、第三脳室、アンテリアローブ、全容、ポステリアローブ、後用、パースインターミディア、中用、イントラグランジェラークレフト、腺内の列また、哺乳類、鳥類ともに下水体は大きく、下水体専用下水体、線下水体、アデーナハイポファシス及び下水体神経用下水体、神経下水体、 ドハイパファシスに分けられる。これらは発生学的に全く起源が異なり、前者は発生初期に現れる口下の上皮が肝脳底に、向かって脳上に突出し、後に離れたものである。ラトケ脳であるのに対し、後者は肝脳壁から出た、ロート突起に由来する。また、下水体専用は、中用、流気用、主用の三部からなり、下水体神経用は、 生中隆起及び神経用の二つに分けられる。下水体専用は、全用全用、アンテリアーローブ、ローボスアンテリアー。下水体神経用は、紅用紅用、ポステリアローブ、ローボスポステリアと呼ばれることもあるが、隆起用と手話を合わせて、全用、中用と神経用を合わせて、公用とすることもある上、主要の実を、全用、神経用の実を公用とすることもある。 蝶類では中葉がなく、下水体専用は頭部と尾部に分けられる。魚類では全葉が分部及び基部に分けられ、隆起用を欠く。内心骨魚類はかつて下水体専用に入り込む、神経全体を神経用と呼んだが、現在ではこの内前方部を成中隆起の相動部とし、後方を神経用とする。円光類では脳底の前方部が成中粒基、 後方部が神経用に相当する。また、万歳類は腹葉が下方に発達する。下水体腹葉は、下水体の後部が下方に細長く突出し、その先端が農場の構造を成して広がった領域のことを指す。下水体腹葉は、万歳類でのみに発達し、下水体流基部と相当であると考えられる。前頭類には同様の構造として、 下水体主要の前方に独立した郊外用が存在する。人の乳腺の戦組織は10から20個の乳腺用からなる。それぞれに乳管があり、乳腺商用と繋がって、終末入管商用単位という構造を作る。うさぎのチブサの乳腺にも乳腺用及び、乳腺商用があり、各用ごとに入管が出て、入管道を経て、乳頭先端の乳口に向かう。 人の甲上腺。ラリンクスビハインドサイロイドカーティレージ、甲状軟骨後方の高頭、プラマドルローブ、甲上腺衰退用、ライトアンドレフトローブス、右用と左歯、エスマスオブサイロイド、甲上腺胸部、トレイキア、帰還。哺乳類の甲上腺は、左右に二様に分かれ、右用を呼び、左歯と呼ばれる。牛では、 両派は不正楕炎上の船体からなり、機関覆面性注意を横切る、比較的幅広い胸部で結ばれる。馬や羊、犬などでは、両用を結ぶ胸部は狭く、しばしば消失し、その時完全に独立した一体の船体となる。ウサギでは、胸部の幅が、広いが短く、両派は、機関の腹側に引かれ、各用の前後端は突起状に全角及び広角を、 形成する。豚では、甲状線は、気管腹側の正中位に位置し、胸部は、歯よりも発達して前方に水対応を突出させ、両歯は、胸部と合体し、前縁が三叉状を示す一個の線となる。胸線は、牛や木や豚で大きく発達し、左右の歯が一個にまとまって胸歯を形成する。胸歯は、首肩に向かって二叉に分岐し右首歯及び、 左首場となって、気管の速報を首動脈に沿って上行する。その他の動物では、右胸腺を呼び、左胸腺に初めから分かれる。胸腺を覆う皮膜は、脈管、神経を伴って、線実室に入り込み、実質を多くの胸腺醤用に分ける。醤用は、多数の一時醤用の集合からなる。水臓は、水右葉と水左葉に分かれ、 中央の水体で結合している。馬や豚では人に似て、中央の水体から幅広く短い水右葉と狭く長い水左歯が分かれれる。右葉は全十二指腸曲、左用は膝を近くに達する。馬では針状突起が右葉に近く突出する。牛やもけや犬では、頂点の水体から胃側に、水左歯十二指腸側に、水右葉を分ける。 清掃には歯に相当する構成単位はないが、白膜からなる清掃重角から周縁に向かって発出される清掃中核によって分けられた清掃商用を持つ。清掃商用はピラミッド型で、規定は清掃の全周縁に面し、先端が重角に向かっている。また、清掃状態における清掃輸出管が集まった清掃状態頭では管が うねうねと複雑に曲がって、太くなり、底面を先に向けた、円錐状となり、それら一つ一つが、白膜の続きの間質でまとめられ、清掃状態醤油となる。馬では、清掃状態醤油が、清掃状態頭の全部を占める。哺乳類の側頭筋膜は2葉、首筋膜は3葉に分かれている。また、側腹筋の筋膜が融合し腹直筋を包んだ。 腹直筋症も二様に分かれている。側頭筋膜の下部は二様に分かれ、麻お及び深葉と呼ばれる。浅葉は、頬骨弓の外側面に、深葉は、頬骨弓の外側面につき、両腰管には、死亡組織がある。首筋膜のうち、広首筋の下にある筋膜を、浅葉、舌骨下筋を包む筋膜を機関前用、あと、首筋を包む筋膜を、 シーゼと呼ぶ。首動脈症はこれらの筋膜で構成される。腹直筋症は前腰およ及び、後葉の前後二葉からなる。外腹斜筋の腱膜は前腰に入り、内腹斜筋では、下部は前腰のみに入るが、腱膜の大半は前後二葉に分かれて前後両腰に入る。腹横筋の腱膜は、球状線より、上部は後腰葉、下部は前腰に入る。 クジラグー低木の半数アモクや、カバカ、ラクダアモクや、クジラアモクに加えウミウシメなどは、普通4つの服用を持ち、そのうち、第3位には、第3位用という薄い粘膜飛だが見られる。第3位用は、第3位の背壁及び側壁から、多数放射状に出て、第3位定に集中し、第3位間の輪郭を作っている。また、ハワオオバー、中葉、コバ、 最小用の4種類に区別される。葉の数は種ごとにほぼ一定で、大葉の数は、牛で12から14枚、ヤギで10から11枚、羊で9から10枚を数える。角葉は大葉を挟んで、中葉、中葉を挟んで、小葉、小葉を挟んで、最小葉と、規則正しく配列される。角葉の狭い間隙を破間間王と呼ぶ。第三葉には表面に、無数の、 第3位入党がある。ありがとうございます。